概要だけご報告をいたします。今日は実はこの今皆さんのお手元にお配りしたことに尽きてるんですが、このペーパーの他にもう一つちょっと大切なペーパーを配ったんですが、それはそこの2に書いてある戦う相手の情報管理上を公にすることは差し控えるというペーパーなので、ここでは配りませんが、その精神にのっとった、その精神の大略が書いてあるのが今皆さんのお手元に配ったペーパーです。で、今日は300の選挙区について幹事長と選対局長からどれだけが待っているのか、それから公明党から非公式にどういう話があるのか、それから公募をかけているのはいくつか、そしてあとはところは二十数箇所あるようですが、それについての現状はどうなっているか、その他についてのご報告がありました。そして、昔は各派で、候補者の発掘から、この教育訓練、記者の皆さんとの間合いの取り方、県会議員、その他との接触の仕方、支持団体、頭の下げ方、みんな教えたわけですね。で、今各派に属していない新人の方々をやはり党が全て見るのはなかなか難しいと。しかし放っておいてでは、ここに書いてあるようにこの2の老派、選任された支部長と地方組織や地方議員との連携に問題があり、孤立無援の状態となり、的確な就業活動ができていないか空振りして空回りしているということは、早急にやっぱり対応しておかなくちゃいけないというようなことがありまして、具体的にこの県連で対応できるケース、あるいは幹事長経験者その他がブロックごとにある程度の人を受け持つとか、そういうことを少し考えようと。で、その公募のあり方、それから支部長の教育訓練、そしてそれを前提に、この支部というものをやはり党組織としてしっかり位置づけて、予算決算も必ず党員の承認にかけると。そして支部長が交代した場合も、総裁や県連会長が交代したのと同じように、全ての資金や組織もきちっと次の人に引き継いでいけるように持っていこうじゃないかと、その基本的な提言をこの次までに幹事で、まとめて、もう一度政権構想会議に文書として出してくれと。その文書に従って総務会の決定を受けて、幹事長が具体案を早急にやっていくと。今日はそんなことで別れたということです。ご質問があれば。すみません、NHK の柴田さん。この座長メモなんですが、これは伊吹座長の試案という形で、いや、試案というよりも、何が問題なのかということを皆さんにお知らせした私の考え方で、これは案も何も全く書いてありません、具体的なことはね、むしろこういう問題があるから支部長の教育訓練を具体的にどうするかということを考えなければいけないとか、公募の在り方もこの政策能力のある人だけ選んでもダメなんで、報道記者もこの文章力っていうのか、表現力が立派でも取材力がなきゃダメなんだから、そういうことの話をしてたってことです。これは次回のその構想会議までに、ある程度の案を作るということですけども、いつ頃とか目処ってない？もう総裁があそこまで解散、総選挙と言ってるわけですからね。これは何も誤解のないように申し上げておきますが、自民党が政権に戻りたいから
あの谷垣さんはああいうことを言ってるというふうには捉えてやってもらいたくないですよね。主権者である国民にやらないと言って票を取ったことを権力を握ってからやったり、やると言ったことを権力を握ってからやらないという政治はそろそろ終止符を打たなければいけないという気持ちで彼はあそこまで言ってるわけだから、このことを早くしないと、結局このいいことを言ってても選挙に勝たなければというか、権力を握れなければいいことは実現できないのが日本国憲法ですからね。そういうことを考えると、政権構想会議の第三次勧告は2週間以内に原案を作ります。2週間以内、今日からに、はい、そして、政権構想会議におかけをして、またいろいろ揉んでもらわなければいけないけれども、それを受けて、総務会へ幹事長がおかけになるんでしょう。で、それの方針に従って、幹事長がどういうふうに、新人の教育訓練をやるか、新人というかむしろ非現職といった方がいいでしょうね、うん、はい、朝日新聞の今村です、はい、はいはい、これ次回までにまとめるというのは、うん、考え方とか戦略の部分であって、うん、ここ の選挙区でそれは執行部の仕事です。おっしゃる通りです、はい、それはそんなことまでやったら誰が幹事長なのか分からなくなっちゃうからね。それは石原さんがきちっとやるでしょう。はい、よろしいですか。はい、それじゃあ、どうもありがとうございます。